こんにちは、まさ46494です。今回はパワープロアプリのバトルスタジアムトーナメントパワーロボ対ドロイド高校のやつをやっていきたいかなと思います。でですね、そこまでなんか詳しく知らなく、スタジアムで得た装備をプラスしてって、それが投手でやっていくみたいなやつですね、らしいですね。ということで、まあとりあえずやってみましょう。なんだかんだ、なんだろう、スタジアムとかでいろいろ手に入れて、で、やっていかないとちょっと勝てないっていうやつだね、多分。あ、ピッチャーでやんの？まさか先制ピッチャーを投げました。ノーアウトランナー、一塁二塁という場面で、知らない。初球から、タイミングが合いません。あ、そういうこと。さあ、次の投球。操作はピッチャーか。投球は3球目。打たれない方がおかしいだ。スタンドに入りました。ここはもっとストリート仕込み。第4球は。いや。これ見逃し三振。これってどこまでやんの？取りたいの。あ、めっちゃ打たれとるよ。そういう、え？あ、打席もあるのか。え、待って、遅すぎて打てねえ。え、マジで遅すぎて打てない。逆に。え、なんか、なんつうんだろう。投げ方も変則だしさ。やべえ。あ、怖っ。いや、マジで打てねえ。ピッチャーとバッター、両方あんの？ちょっと落ちやすい。先発はあのロボットでっていうことね。別に強くする必要なく、全く意味ないじゃん。とりあえず初回の方はめっちゃ打たれるけどっていうやつね。いや、よかった。で、スコアプラスは、なんでスコアプラスだけんだ？ガチャ。やっぱこれでも手に入るんだ。あ、なるほど、これでも手に入るんだ。じゃあこっちでやった方がいいじゃん。まあいいや。はい、ということで、こんな感じで勝ち進めていく感じですね。まあ、とりあえず、まあ、ちょくちょくやろうとは思いますが、まあ、そんな感じで、まあ、やっていこうかなと思います。で、報酬とりあえず、どんなのが手に入るんだ。一応ポイントでこんな感じで手に入るんだよね。SR ブラックドロイドが手に入るんだ。はい。まあ、ランキングがちょっと厳しいかな。ということで、そういう感じですね。はい、ということで、まあ、とりあえずパート1としてこれ上げていきたいと思います。で、結果と、あと中間発表を受けたら、まあ、出していきたいと思います。はい、ということで、パワープロアプリのパワーロボ対ドロイド高校のバトルスタジアムトーナメントでした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。